おはようございます。お食事をお持ちしました。何かお疲れのご様子ですね。そういえば、そろそろ1週間ですね。私もそうでした。わけもない不安と焦燥。ちょうど最初の1週間が過ぎた頃です。睡眠不足がひどくて精神的にかなり落ち込みました。でもちょっとしたきっかけですぐに慣れました。1日だけお休みをいただいてずっとぼんやりしてたんです。海を見たり、森を散歩したり。今から思えば、自分の中の時間とこの島の時間が、その一日で折り合いがついたんだと思います。次の日からは、あまり辛くなくなりました。あんなに、もうダメって思ったのに。不思議ですね、人間の心って。1日くらい羽目を外してみたらどうでしょう。言われてみればそうですね。
食の支度をいたします。ナポリ風パスタをご用意しました。ミレイに聞いたら、これが一番日本でメジャーなイタリア料理とのことでしたので、お待たせしました。どうぞお召し上がりください。どうしました？変なドクター。これはこれは珍しいお方の登場だ。珍しいね。こういう時は何か俺に頼み事と見たぞ。ドクター、ボケちまったのかい？メガネならあんた、しっかりとかけてる。そりゃ失礼。はいよ、まったく人使いが荒いドクター。なんだ、ま、少なくともあんたの顔に乗ってるのより高級品を買ってきてやるぞ。Thank you.
ほらよ、お目当てはこれだろ。請求書はあんたの名前にしといたからな。嘘だよ、かわいそうだから経費で落としてやったぞ。薬品類はいつものように搬送済みだ。他には何もないな。これ以上仕事を増やされたら死んじまうぜ。何かあっても今日はもう受け付けないからな。それじゃ俺はヘリの整備があるんでね。用がないなら消えてくれ。一言多いと女にモテないぜ。確かに渡したからな。
が羨ましいな。会長のお孫さんです。可愛らしいお方ですよ。申し訳ありませんが、電話の場所は秘密です。お料理が冷めてしまいますからね。
私、ミルカ。それは眠れなくてお散歩してたら、いつの間にか。止まれ。俺の孫娘をどうするつもりだ。ごまかすつもりか。痛いけな子供を人質にとって、それでも人間か、この下道が。おじいちゃん、違うの。このお兄ちゃんはミルカを助けてくれたんだよ。何？それは本当なのか？どうやら嘘ではないようだな。お前は屋敷の新しい医者だな。名は？日本人か。そうか、日本人か。とにかく今回は世話になった。無礼な物言いも許してくれ。ヨシュアだ。俺のことはヨシュアと呼んでくれ。了解した。それでは俺たちは戻らせてもらう。また機会があったら。カツラギお兄ちゃん、またね。